先生様完全に任務だし若いからテンション高いのついていけないな先生が韓国人じゃないですか、うん、片言だから頭の形みんな韓国スタイルハイブリッドですよねそう真ん中取るみたいな、うん、あとギャルもしたいけど韓国もしたい真面目本当韓国系ギャルになってる韓国系ギャル美容師の仕事をしながら先生の仕事もしてると聞いたんですけどどこで何をしてるんですか今あの山の美容専門学校と短大で講師として生徒さんを教えてるその生徒さんは日本で美容師になりたい免許を取りたいっていう学生さんですよね学生さん人を教えるっていうのもすごい大変だと思うんですよ誰もができることじゃないと思うけど、うん、大学院まで出たっていうのもあるんですか美容師って後輩を育たないといけない仕事なんで教えることについては本当にみんな特化してると思うんですよね自分も教えてもらったからアシスタントを教育するのと同じかもしれないあだけど難しいところは学生さんなんてまだ美容師じゃないから一から教えないといけないところがちょっと大変、うん、あと若いからテンション高いのついていけないな例えばどういうことがあるんですか、うん、先生こっち来てとかタメ打ちであーってそうそう疲れてるのにそれ女性が男性がみんなそうすると怒ったりするんですか怒らないですよ私優しいんで優しい人が怒ると一番怖いですね、うん、先生と生徒の距離は近いんです短大はちょっと近いかな韓国人の先生なわけじゃないですか韓国人っぽさ求められてる気がしますか韓国好きな子たちは授業終わった後来てインスタ教えてくださいとかもありますやっぱり興味があるんですね、うん、一緒にトッポッキ食べに行きましょうあそういうのはできないかなどういう質問とかリクエストが来るんですか韓国好きで留学行きたいですとかどういうところがいいですかとかも質問来てたりするなんて言ったんですか典型的な明洞観光地じゃんなのか聞く意味ないちゃんとして教えてるのかちゃんとしてね教えてる韓国好きって言ってる学生たちは増えていってるような体感でいいんですけどありますかありますね私の時は、まあ、いたけど100人の中で3人ぐらいしかいなかった今はどんな感じですか100人今半分ぐらいもうだって頭の形みんな韓国スタイルあとギャルもしたいけど韓国もしたい韓国系ギャルになってる韓国系ギャルハイブリッドですよねそう真ん中取るみたいな、うん、どっちも譲れない、うんうん、昔って韓国好きな人はギャルとは別の路線じゃなかった、うん、今はギャルが韓国好きみたいなギャルも韓国好きになって韓国系ギャル男性とかはどうですか？なんかカルマスタイル増えましたね。日本人男性ってもみあげこう昔こう男性のレイヤースタイルって世界的にないですよ。昔韓国の日本スタイル流行ってたからあったけど。日本フィルですか？うん、日本フィル、日本フィル。昔東方式とか。ああそうですね。襟足なんかそう。あれが日本ピル？日本ピル。日本ピル。あと日本人男性って毛先を動かす。今もそういうスタイル多いんですけど最近デンディスタイルも増えましたね美容師の学生の中でも韓国のスタイルを学びたいですっていう人も結構いるんですか、うん、いますよ男性も男性もやっぱり需要が結構あるんですね、うん、トワイス好きとか四世代アイドルとか好きで韓国を勉強してますよみたいな男性増えました逆に全く興味ない人もいると思うんですけど、うん、先生が韓国人じゃないですか、うん、大変な時もあるんですか言葉ですかねやっぱり片言だから自分が伝えるときにちょっとモヤモヤしちゃうってことですか 100% うまく説明ができないもうちょっと難しい言葉を使いながらやりたいけど言葉の問題ですかねでもいいところもありますよ片言の方が日本人優しくなる確かにわかるそっちの方が興味持ってくれるかもジンさんへは結構当たりが強いソビさんから見た日本の学生はどういうスタイルですか日本の学生どんな感じですか思ったんですけど日本は小学生は小学生っぽい中学生は中学生っぽい高校生は高校生っぽい大学生も大学生っぽいんですよで韓国ってちょっと違くて小学生も中学生に見えたり中学生も高校に見えたりするんですよね格好とかが決まってるからですかねカバンとか日本だと規定があったり真面目日本人は真面目だって大学入るじゃないですかタメするとガンガン飲みますよね飲みません大学生は韓国の大学の前とか居酒屋いっぱいあるじゃないですかそうですね、はい、でお酒飲めないから日本の大学1年生はそうですねうん18歳私もう軍人も終わってるから3つか4つ上なんですよ、うん私の年が同級生と比べると一緒にご飯行ったらお酒も飲もうじゃないですかで真面目ソフトドリンクなんか頼んで飲んでたりするそういうのがちょっと真面目だなってあと最近の若い子たちってお酒飲まなくても楽しめる人が増えてるって新大久保でチキン食べるときに日本人はお茶を飲むそういうのと一緒で飲み物を気にしてないんだと思います
楽しめばそれでいいだけで、そう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 、お酒が必須ではない。教えながら生徒の姿勢とかで日本と韓国の違い感じたりしますか？韓国では教えたことがあんまないからね。自分が生徒だった時でもいいですし。日本との違い？日本は勉強に熱心ですか？どうですか？勉強に熱心かも。真面目、本当みんな真面目な子が多かった。サボったりする人の比率はどのぐらいですか？クラスに一人二人は学校来なかったりする子もいません。やっぱり見えるんですよ、夜働いてるんだろうなとか見えてるから。そういう人はやっぱりサボったりするんですか？同級生でもヤンキーとかいるじゃん。同じですよ。日本の学生さん人いじめたりとかは見えてない。みんな仲良くしてるな。見たことないです。韓国では見たこと韓国ではありますよ、殴ったりもそういうのもいっぱいあったんですよ。授業員の参加度はどうですか？結構テンション高いって言ってたけど、学生さんの授業員の参加度、よく質問したりするんですか？質問してくるんですよ。自由に練習中に手挙げるとどこ行って、はい、何でしょう。イメージ的には日本の方が消極的なのかなと勝手に思ったんですけど、そういうのはないんですか？そういうのはないかも。あと先生に甘えすぎてる部分もあります、日本の生徒。今日休みますみたいな。いや、そんなことじゃタメ口使ってる。先生は友達みたい。前に高校の先生の話をした時も、日本ではタメ口で話しても怒らない先生もいらっしゃるけど、韓国ではありえない。ありえない。韓国はありえないですね。先生っていうのもダメ。先生様です。完全に任務だし。すごい仲良 い先生の場合、ちゃんとかなんとかちゃんとかあだ名で呼びますよ。それどんな感じかっていうと、皆さん天皇陛下に秋人ちゃんって言ったらどんな感じですか？なんかそういう感じです。あ、先生にこいつってなるかも。先生っていうよりは恩師って考えれば結構重みはあります、本当に。じゃあ自分が美容学校韓国で通ってた時は、先生には距離は近くできない感じですか？そうですね、韓国の美容学校はそんなに近くない。一番記憶に残る学生はどういう子ですか？この間居酒屋で飲んでたら、話しかけられてちょっと喋ってたんですよ。ちょっと待って、先生じゃんって言われて。あ、お互いに知らなかったですね。知らなかった。知らないのに声かけられたんですか？声かけられて。なんですか？あ、韓国人ですかみたいな感じで。この間来てましたよねみたいな感じで、先生じゃんって言われて、あれってびっくりしたって。だから私は顔知らないけど、何百人の前で喋ってるんだから。で、向こうはこっち知ってる時あるじゃないですか、うん、だからそれ怖いなと。はいですね。授業の作り方も韓国と日本は違うんですか？違いますね。韓国の美容学校は勉強のためだったから、他のカット技術とか学んでないんですよ。山野って日本で一番大きい美容学校なんですよ、アジアで。初めてパーマ巻いたんです。だから短大だからかもしれないけど、着付けとかも勉強するし、茶道、華道とかも勉強するし、あと海外との交流会とかもあったり、まあ、いろんな外部の先生たちも来て、今私が外部の先生なんですけど、いろんな先生たち来て、いろんなカットとか教えてくれたり、そういうのが良かったんですね。日本の美容学校、韓国ではできない経験とかいっぱいやったんだろうなと。ナンパとかダメだなと思ってます。いいですよ別にいいじゃないですか。私ナンパしたことないんですけど、したことないんですけど、危ない、怖ってなってどこでどう見られるかもしれない。怖いですね、